届いたんですやっと。じゃーん。これ国産あ黒間違えた黒毛和牛とタンですねとホルモン。いやーずっと楽しみにしてたんですよ。でねちゃんとあの焼肉セットも用意しまして、ほら、めっちゃ良くない？じゃあとりあえずねもう早速やっていきたいと思います。もうね30分前ぐらいからねスタンバってました。本当に正座待機で、ちょっと一応油をね塗りますね。いや私ずっと焼肉食べたくて、焼肉がもうめっちゃ久しぶり、そう誰か誘って焼肉行きたいなって思ってたぐらい焼肉に行きたかったんですけど行けなかったから、久しぶりに焼肉マジで嬉しい。ちょっとねコメントがね遠いの。これフォローしましたとか出るんですね。そうショールーム久しぶり、嬉しい。あ、お花ありがとう、タンポポありがとうございます。やば待ってめっちゃ暑いの、やばいやばい焼肉。じゃあまあね最初はやっぱりね黒毛和牛いきますねいいですか、え水が垂れちゃった、いいですか、非常に切りにくいハサミです、すいません。あ、タコありがとうございます。マジで嬉しい、本当に本当に嬉しい、こんなにね嬉しいの久々こんなに嬉しいの久々っていうか普通に嬉しい。私はね食べることが本当にね大好きなんですけど、まあみんな食べること大好きだと思うんですけど、ハートありがとうございます。見てスクショ、イエーイ、ハートありがとうございます。え、やばくない、やばくない、え、焼きますよ、いいですか、やばい、やっちゃいます、おい、やばい、ね、見て、いくよ、ジューって言うかな、あ、ちょっとジューって言うの微妙な感じだったかも、ちょっとね冷凍だったからね頑張ってこうやって、さっきね解凍したんだけどね、どうしてもあれです。え、じゃあちょっと4枚ぐらいね、ちょっとねとりあえず、やばい、見える、ちゃんと見えないね、ちゃんとね緑茶も買ってきたので、あ、白米用意するの忘れてた、楽しみにしすぎて白米用意してくるわ、一旦乾杯しようと思ったんだけど、あ、熱っ、めっちゃ美味しそう、見えるかな、見えます、画面の下を見てもらえればちょっと白米持ってくるから待ってて、あ、私が下でパジャマなのバレちゃう、またパジャマなんです、いつも通り韓国海苔を添えて、もうね食べる気満々で、だるまありがとうございます、食べる気満々でねパジャマですよ。
ルキさん、はい、皆さんこの度は素敵なお肉をお届けしてくださってありがとうございます。乾杯。私は焼肉のタレは絶対にこれです。これが一番好き。緑茶を飲みました。もうね、あとみんなあと3ヶ月とちょっとでね、私はお酒が飲めるようになるんですよ。びっくりじゃない？早くない？あ、今日白い服着たのマジで間違いだと思う。やばい、タンもあるからさ、楽しみ。私焼肉の中でタンが一番好きなんですよ。え、もう食べれるよ、食べちゃ。いいですか、食べちゃって。いただきます。食べちゃうね。見て見て、あー、おいしそう。やば、熱々で。え、待って、一口でいけるかな。いただきます。めっちゃおいしい。やばい、柔らかい。めっちゃご飯も。めちゃめちゃ柔らかいです。ふふ、ちゃんついちゃった。ね、やば。待って、本当にやばい。焦げちゃう、焦げちゃう。え、待って、本当にやばくない？本当に美味しいんだけど、本当にやばい。美味しさにびっくりしてる。ちょっととりあえず食べますね。とりあえず食べていいですか？あのね、ナムルとキムチも用意したんですよ、このために。食べますね。ナムルはね、パパ作です。うん、うまっ。おいしい、おいしい。キムチは普通に市販のです。マジで美味しい。焼肉ってさ、なんか外食とかじゃないとあんまり食べないからさ、みんなもそうかもしれないけど、マジで美味しいんだけど。みんなは何食べました？夕ご飯。私は今日はこれが夕ご飯です。やばい、口がめっちゃ潤う。お肉独り占めですよ。でもさすがにね、いっぱいだから、そんなにいっぱい食べれないから、家族にも。
冷やし中華いいですね。焼肉とか行ったことないんですけど、お肉のペースってどのくらいなんだろう。ちょとりあえずパン焼こうかな。パン、パン焼くね。一旦パン焼く。一旦パン焼きますね。笑った人いるかな。バンされる。面白くなさすぎて。パンじゃなくてパン。パンじゃなくてパン？どういうこと？わあ。厚切りタンです皆さん。一旦パン焼くね。やば、3枚焼くね。3枚やば、マジやばい、マジでやばい。今理解した。遅っ。一旦パン焼くんだよ。一旦理解できた。滑舌が悪い。はい。え、なにこれ、卵。ありがとうございます。パンに聞こえる？滑舌の問題かな。ね、ゲストがすごい。ありがとうございます。久しぶりの配信なのにめっちゃありがとう。やば、あのね、単用にねピンクソルトとレモンです。すごくない？めっちゃ贅沢に。いただきます。こんなの美味しくないわけがないんですよ。いやもうマジで。じゃあ家族にもあげるので焼きますね。普通に家族に提供。それだけね、ちょっとあんまり回収できなかったんですけど、そうなんですよ。暑い、めっちゃ釣れない。釣れない。最初、あ、こっちから来てそうだった。マジで美味しそう。熱っ。びっくり。そう、跳ねる跳ねる。焼かる。このターン、この焼きには食べたことない。
あげるよ、うん、お皿持ってきな、うん、もうそう、うん、やばもうパン焼き上がったパン食べるねじゃあ妹に提供しますパンはいいの一滴なから食べますね。いいですか。じゃあピンクソルト。はい。で、あれ、で、で、あれ、あ、だめ。全然ガリガリできない。中も入った。ね、中に入ってない。あ、できたできた。いる？すごい暑い。え？ハートありがとうございます。すごいギフトをいっぱい投げてくださってるのに全然あれだ。反応できなくてすみません。レモンかけますね。やば。マジ贅沢。贅沢すぎる。ね、美味しそう。いただきます。やば、絶対これ一口でいけないよ。ちぎってもいいかな。いただきます。うん、うん、うん、本当に美味しい。やばい。ほっぺが溶ける。なんて表現したらいいんだろうね。焼肉の食リポってむずいね。タンはすっごいプリ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 、うん、プリプリなんですよ。弾力があって噛み応え抜群。うまくない？食リポ自分で言っちゃった。食べるタン、パパにもあげますね。パターン全部焼いちゃいますね。マジで私タンが一番好き。皆さんは？妹ちゃんにもね、今一人の妹ちゃん食べてるんですけど、もう一人の妹ちゃんが2階にいるので、もう一人の妹ちゃんにも。おいしい？こうやってる。これなんだろう、バラ、ありがとうございます。お肉ね、まだ全然あるんですよ。こんな、やば、火下げちゃった。じゅうじゅう言わなくなっちゃった。
本当はあれだよね、なんだっけ、炭酸とかと食べたかった。でもさすがにカロリーがね気になるお仕事ということで。あーカルビとかね、わかるその気持ちも。私はタンですね、タン一択ハラミも好き、私牛だったら何でも好き。脂身がねあんまり得意じゃないので、ね、お肉の。そう、でも牛はさ少ないじゃん脂身が、だから全然余裕です。小袋食べたことないかも。そうだからね、豚はタンが好き。え、なにこれ、すごこれ何ですか、なんかマイメロちゃんみたいな。ありがとうございます。馬刺し、あ、馬肉、わかる、マジで馬肉はわかる、美味しいよね。いやそうだよ、セラヒナの生誕祭楽しみ、マジで5日、明日、明後日か、楽しみ楽しみ。私サメカツナとね公演するの初めてなんですよ。そうなんかね、ずっとやりたいねみたいな話をサメカツナのみんなとやってたんだけど、あ、ラムはねちょっと苦手かも。なんか結構独特ですよねラムって。わ、どうしよう、固まってて取れない、固まってて取れない。あ、インスタだからね。え、ありがとう。ね、わかる、白着たのマジで間違いだと思う。でもね、まだ汚れてないからね大丈夫取れない、本当に。暑くてさ、出たっちゃう。待ってね、これは今頑張ってね、来るからいけそうなんだけどさ。はい、出た出た。え、これ一番美味しそうじゃない、見て、一番美味しそうじゃない。大丈夫です、ハートありがとうございます。黒毛和牛だって。みんなにお肉を提供してます。そう、なんかさ、どんくらいなんだろうって頼むとき、どんくらいなんだろうって思ったけど、結構いっぱい入っててびっくりです。うわ、どうしよう、全然取れないわ。ちょっとここで温めようかな。ハートありがとうございます。タン食べれるよ、タン食べる、タン。ちょっとこの小さめのタンは私にいただきます。食べたかった。やば、そうそう、くまさんありがとうございます。よいしょ、今日って何曜日、日曜日か。あ、やっと取れた。でもこっち側のやつがね取れないんだ。
何か2枚ちょっと同時に焼かせていただきます。すいません。え、タワー？え、あ、危ない危ない。あ、ほんとだ。え、ありがとうございます。待って待って、それが倒れちゃいそう。タワー、ありがとう。すごい、急にタワー、ありがとうございます。お肉でお祝い。嬉しい、急なタワー、ありがタワー、本当にありがタワーです。今日親父ギャグ多め。まだ取れないですね。さっきめっちゃ美味しそうだったやつ、私が食べちゃいます。マジで熱い。ありがとうございます、本当に。食べちゃうね。やった。じゃあ待って、パンをみんなに、パパにも。これパン。どう？美味しい？うわ。ねえ。あ、やっとできた。え？何？ん？ああ、そういうことか。いや、本当に。本当にって何これ。たまにさ、ハートありがとうございます。自分の喋ってることとかさ、忘れちゃうんだよね。マジで美味しそう。ベルね。ハートありがとうございます。まあ、一番美味しそうなところいただきます。アップ、おかく、うん、おいしい。ふんふん、ありがとうございます。ゆうぴょん忙しいのって。ゆうぴょん忙しいみたいですね。でもこの間ね、おしゃべり会、私の代わりにやってくれてました。あとちょっとになってきたよ、お肉が。全然ね、お肉がめくれないんだよね。うまく。そういえばね、昨日麦がね、1歳になりました。うちの猫ちゃんなんですけど、今いないんだけどさ、ハートありがとうございます。そうだから、昨日は麦の近くに携帯を置いて、あのあれ流してあげた、ラッキーハッピーラッキーバースデーっていう曲流してあげました。
ました。なんか早いよね、お家に来てもう1年も経ってない。来た時4ヶ月ぐらいだったのかな。麦にサンプレあげてないわ、やばい。妹がね、びっくりした。妹がね、お洋服買ってあげてた、ハートありがとうございます。全然ね、釣れないんだよね、なんかが。どうしよう。マジで暑い。見てるんだけど、お腹減る？え、やば。めっちゃ、うち煙いわ。これ取れないから一回終わりにするね。さからさ、時々火がぽって、これさ、やっちゃおうかな。ホルモン、ホルモンはさ、バーって入れてさ、ちょっとやっていいかな。ホルモンやっちゃいますね。タレつけ、ホルモンって。ホルモン好き、私もホルモン好き。でもあまり大きいのは食べれない。小さいホルモンが好きです。なんか噛み切れないじゃないですか。お肉で苦手とかないの？ありますよ。私はね、脂身があまり得意じゃないです。じゃあジュってやるね。笑われたんだ。わあ、めっちゃいい匂いする。マジでいい匂い。マジで暑いし。もう本当にやばい。伝わるかな？匂いが伝わればいいんだけど。やばい、暑い。汗かいてます。換気抜群です。実際服とかにさ、匂いつくよね。え、本当にさ、すごい。見て、なんかこれ切れ目入ってるし、私いつか一人焼肉行ってみたいな。暑くて痒くなって。バーベキューとかはさ、するんですよ、家族とかで。でも家の中でね、こうやってお肉焼くのあんまりないから、新鮮です、とっても。新潟に焼肉キングあります、あります。長岡
あれどこだっけ、なんだっけ、川崎、川崎の方にあります、バンチの近く、食べる食べる、残してる確保確保、いや分かる、ホルモンってさ焼けたか分かんないからさむずいよね、タイミング、食べるタイミング、多分まだ焼けてないと思うんだよね、なんかちょっと硬くなったとか、ん大丈夫これ食べてみる、じゃ食リポしてくれる、ゆうの代わりにできる一番かわいい妹が食リポしてくれるみたいなので、じゃあ妹にね託したいと思います。そう、まず匂いから言葉発してくれないかな今まだフーフーしてる、暑いからね、ちょっと待ってね、どう食リポして、喋って喋っていやいや弾力がある、弾力がある、味は味は、おいしいダメやんこの食リポダメやん、まあ、人のこと言えないんだけど、でちょっと保険かけてもういけそう、あっ食べる、食べますか、お皿すごい、今さ食べる食べるって言ってたらさ5個もお皿出てきたんだけど、こうやってこの光景を写真に撮りたいぐらい、ほんとみんなに見せたいぐらいすごい面白い光景です。しかもちゃんと待ってる。ちょっと待ってくださいね。美味しい？ハートありがとうございます。デザート、デザートは私今日いちご買ってきたんです、食べる、ちょっと一回火切ろうか、私もじゃあ食べて食リポするね、心配されました妹に、ちょっとじゃあお手本を見せますよ、ここでね、いや本当にね完全に焼く係ですよ、焼肉行った時はいつも焼かないんですけどね、じゃあいただきます、うん、すごい味噌のね濃い味がお肉に染みていて、弾力もあって、噛んでるとねどんどん味が出てきてすごく美味しいです、どうどうどう微妙な拍手微妙な拍手なんですけど、いいねだって、みんな優しい、タコありがとうございます、でも本当に美味しい、めっちゃ味がしっかり、何もつけなくても全然美味しいですね、
これが食事法。美味しいだけじゃダメなんです。これを見せてあげたいみんなに。こんなことやってますよ。いや、本当にね、美味しいです。パパにあげる。パパがね、ずっとね、このホルモン狙ってたんです。実は。パパが一杯やろうとしてます。ビールってバレてる。ビール飲んでる。ビールカットありがとうございます。焼肉にはご飯ですよね。もう本当です。もう焼肉ご飯ね、頼まないとやってらんないですよね。わかる。ナムルも大切。毎回頼むわけじゃないけど、冷麺もたまにね。ハートとバラありがとうございます。焼肉屋さんってさ、ほんと何でもあるからですよね。クッパとかさ、食べるお肉食べたい。食べたいお肉。何食べたいお肉。タンメん、タンね、もうなくなった。これしかない。いや、いらない。食べたい。食べる。パパと妹が食べる。食べるよ、食べる。パパもビビンバ、あ、いいよね、わかる。うち今日の夕飯ビビンバ。わかる、ビビンバもいいですよね。食べた？食べた？兄貴。まあやっと取れるかなって思ったんだけど、ちょっとむずいね。冷凍。でもさ、冷凍一回冷凍するのにさ、こんなに美味しいのってすごいよね。瞬間冷凍？ああ。無理だろ。無理。いや本当にね、そう4月に、4月から私は新成人になるんですけど。やばくない？ずっと大人になりたいって言ってて、やっと成人。何？妹行動がうるさいんだけど。実感してないですよ。だってまだ何も、そうそう、年齢はさ、まだ19だからさ、20歳になったら本格的になんか実感するのかなとか思いますね。なんか、ん？責任とかさ、全部さ、自分に回ってくるからさ、
なんか7月16日からパパが私に厳しくするらしいです。昨日言われた。でも多分嘘です。厳しくできないと思います。ハートありがとうございます。いやこれあれだな、終わったら洗い物大変だな。え？うざいな。家族が頑張れ。野菜はナムルのみですね。食べますか？あ、ブロッコリー。あ、お豆腐、揚げ出し豆腐です。パパが作ってて、そう、後で食べる。いや、暑いですね。そう、洗い物もね、嫌だよね、わかる。私も家事の中で洗い物とかお風呂掃除とか嫌いですね。そう。お風呂掃除なんてさ、何年もやってないわ。ずっと逃げてきてる。あ、何年もは嘘。絶対今年入って1回はやった。記憶ある。でも気が向いた時とやってって言われた時しかやらない。やってって言われても一回じゃやらない。面倒くさいが勝ってしまう。あんた、ありがとうございます。あー、マジで最高。ここにもお肉あるのに。頑張れって聞くと夢は逃げないやつ。あ、わかる。この間の門さんの卒業公演のさ、夢逃げめっちゃ泣けましたね。もうリハで、リハからめっちゃアイナさんが泣いてました。この間卒業公演の日にアイナさんとめっちゃ久しぶりに会ったんですよ。っていう報告。カラオケ最近行けてない。私カラオケって友達と行くより兄弟と行く方が楽しくて好きなんですよ。実はなんかさ、友達と行くとさ、なんか遠慮しちゃうというかさ、恥ずかしい。メンバーと行くのも恥ずいもん。だってそうだしさ、なんか曲の趣味とかあんまりさ合わないじゃないですか、みんな人って。そうだけど、なんか家族ならさ、ずっとさ、ほら一緒にいるからあれなんですよ。そうだからカラオケ友達より家族と行く方が多いです、私は。そう、一人は何回か行ったんですけど、なんか時間あるときに一人でさ、
時間あると暇な時間ができるとカラオケ行こうかなって考える。1時間2時間ぐらい暇な時間があるとね。そうそうそう。カラオケ行こうぜ。行きたい。そう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 、家族もねみんな歌うの好きだから私も好きなんですけど。はい、パパへ。あ、全然食べてないけど今終わった、終わりました、焼き終わりました。私は残しといたお肉を食べます。そうそうそう、みんな歌うの好きなんですよ。私も歌うの大好き。あ、そうだ、熱心公演やってから配信したか。そうだね、やったよね。さすがにさすがにやってた。あとはね、私お風呂上がってから食べたいので、モバメでも、モバメの写真にでも送ります、いちごの写真。あ、そうだよね、やったよね、その日確かその日にやった、あ、やったね、そうだね、その日にやったわ。しかもみんなでなんかコラボ配信みたいな感じでやったんだよね。みんなでね、はるかはいなかったか。そうそうそう、汚さないようにねってコメント見てる。汚れなかったと思って。くまさんありがとうございます。飛ばなかった。いや多分飛んだんだろうけど、うん、ちょっと飛んでる。ちょっと飛んでますね。焼肉屋さん行ったらどれくらい食べますか。私はやめてくれないかな食べ放題にするんですけど毎回でもさすがに元は取れません。どのくらい食べるんだろうね。ねえ、ほんとに笑い方が汚い妹。どのくらい食べるんだろう、難しいな。どのくらい、でもタンはめっちゃ食べる。タンはめっちゃ食べますね。何やか。ご飯は一杯ですね。タンは最初、絶対タンは最初に頼む。でも、あ、チョレギサラダとか、あのキャベツとか食べる。なんだっけ、うま塩キャベツみたいな感じの。いやー、ほんとタンは欠かせませんね。こっちゃん、こっちゃん、こっちゃん、ほんと？こっちゃん今ね変な服着てんの笑わない。わかる、チョレギサラダとかそういう系はほんと2回以上頼む。タンにビール最高です。そうなんだ。じゃあ私もあと4ヶ月3ヶ月ちょっとしたらビールと一緒にタン食べてみたいと思います。
や、ここで喋ってる。普通に話せばだって。コメント。恥ずかしい。恥ずかしい。聞こえてるよ。そっちの方が距離近いからね、言うよね、携帯に。恥ずかしい。絶対こそこそでも聞こえてるよ。何？こっから見たら雪だるまにしか見えない。雪だるま？ありがとうございます。あ、インスタ？鳥。鳥？あ、なんかありがとう。ありがとうございます。雪だるま。歌わないでね。だいぶ著作権、著者が著。著作権だよ。だいぶうざい。だいぶうざい妹。卵だった。バカ正しいですか？だってバカ正しいですかって聞かれてるよ。家族だんだん最高だねって。そうかな。最低。何何お直しお直しお直しご飯食べると何か普通のご飯じゃん。テカってるテカってる。え、ちょっと聞こう。これよりパウダーを届けてほしい。そこにある。はぁ、食べました食べました。美味しかった。ママじゃない、そっちゃん。なになに？ハート、あ、ありがとう。ハート、ありがとうございます。ちょっとお直し、失礼します。お腹いっぱいになった。眠くなってきました。レインボースターありがとうございます。焼肉行った後はさ、やっぱ汗かくよね。めっちゃもう完食ですよ、家族と私で。はい、ということでね、もう時間もね、時間なので1時間半ぐらいかな、やってます。あ、違うか、1時間か、1時間やってますね。あっという間だね。お片付けはね、私ですよ、もちろん。はい、もちろんですよ。なんかめっちゃ姿勢痛いんですけど。当たり前じゃん。なになに、いつも眠いって言ってるじゃん。いや本当にね、そうマジでそれめっちゃ指摘される。そう、昨日ねおしゃべり会あったじゃないですか。私なんか髪の毛がね明るいから、そう、そういえばまた染めたんですけど、ちょっと前に。そう、このイヤリングからなくなりました。気づきました？結構誰にも触れられてないんですけど、イヤリングからなくなって、あの去年の夏ぐらいにしてたね髪色に戻したんですけど。あ、気づきました。本当？待って、串を取ってきたい。ちょっとまたパジャマ引くにします。気づかなかったでしょ。そう。
割と気づかれないんですよ。そうなんです、黒髪綺麗で、あ、黒髪じゃないんですよ実は黒髪じゃなくオリーブグレージュみたいな、ちょっとオリーブカラーなんですけどね。そう、ほんとちょっと色がね抜けて結構金髪に近くなってきたんですけど、ちょっと近くなってきちゃったんですけどオイラも染めようかな。染めてください、オイラもぜひみんなで、みんなでね、あのラーメン部でね YouTube 見た方は分かると思うんですけどあの全員でピンク髪にしてね、あいたろうさんと一緒にあの海に出かけるという企画、まあ実現するか分かんないんですけどそうギャルって言われるんですよね最近。でも多分それはリカさんの影響だと思うんですよね。そう、リカさんにね、そうパジャマで焼肉私家に帰ってくると家にいるときはね下はだいたいズボン、あのパジャマなんですよ。そう、だるぎが一番。そうなんですよ、オリーブ好き、本当嬉しい、ありがとうございます。そうオリーブカラー、そうアイナさんもねちょうどオリーブカラーで、私も私と一緒なんですよ。なんか一緒だねって。私はねギャルじゃない。あ、そう昨日のねあのセーラー服はねテラヒナから借りたんです。実はそうなの、テラヒナとテラヒナに LINE して貸してって借りました。はい、ということで、え、とりあえず今日ゆうちゃんが自分より焼肉食べるんだって分かった。本当？今日いつもより少ないかも食べたのね、いつもの方が食べます今日はちょっと誰か怒られてます。え、これで少ないの？だって少ないですね、やばい、これより多いのやばいかも。まあ、あ、そうですね、そう今日はちょっとアイドルなんでね。はい、なんであのまあ今度焼肉するときはねまたなんか自分で焼肉持っていきたいと思います。そうそう、今日はね焼き担当だったね。そう、珍しく私はいつも焼肉行くときは焼かない、食べる担当です。なんもねだるまありがとうございます。本当嬉しい、ありがとう。いや締めにラーメン、そうラーメン食べに行きたいんだよね。食べに行けてないからさ。ナメル美味しそうだったな、ありがとう。あれパパ作ですね、伝え、あ、お姉ちゃん作でした、お姉ちゃん、あとパパ作でした、すみませんねということで、ごちそうさまでした。はい、皆さん本当にごちそうさまでした。美味しいお肉をありがとうございました。はい、ということでランキング読んでいきたいと思います。ちょっとね届かないですよね、遠いから。ごちそうさまでした、はい、待ってね、名前が13位、の待って岡さん、岡さんかな、ありがとうございます。12位突破球さん、ありがとうございます。
11位タムちゃんさん、ありがとうございます。10位マスターアットマークチームエクボさん、ありがとうございます。すごいね。9位アベベチームエクボ、ゆうちゃんのグラビア1日3回見る人さん、ありがとうございます。8位新潟県のデルさん、ありがとうございます。7位ミミレーパパさん、ありがとうございます。6位りょうさん、ありがとうございます。5位ミーアットマーク0031また西潟県&チームエクボさん、ありがとうございます。4位まこいもさん、ありがとうございます。3位よしアットマークチームエクボさん、ありがとうございます。2位まささとアットマークチームエクボ天才レッサン、ありがとうございます。1位タン食べれてよかったねさん、ありがとうございます。他にもね、皆さんたくさんランキングに入れなかった方もね、あのギフトなど星などコメントなどありがとうございました。じゃあまたね、近いうちに配信したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。スクショタイムだね。そうだね、スクショタイムしようか。どうしよう、焼肉らしいもの全然ないな。やばっ、ピンクソルコと一緒に。はい、チーズ。あ、違う違う、これ持ってばいいじゃん。いや違うか、ピンクソルトでいいか。焼肉のとなんか著作権ありそうか。いやいや、やばい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 。はい、チーズ。あ、牛さんポーズ、牛さんポーズってこう。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。じゃあねー、ありがとうございました。おやとみー、ありがとうねー。はーい、またねー。